ルイス・ビクトリアーノ・ガルシアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。父のルイス・ガルシアもメジャーリーガーである。2017年にワシントン・ナショナルズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。49試合に出場して打率。302。 1>, 1本類二22打点、11盗塁を記録した。2018年は、A 級、ヘイガーズタウンサンズと、A 級ポトマックナショナルズでプレーし、2球団合計で127試合に出場して打率、298、7本類五54打点、12盗塁を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。 2019年は AQ ハリスバーグセネターズでプレーし、129試合に出場して打率。257、4本塁打、30打点、11盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2020年8月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のボルチモアオリオールズとのダブルヘッダー第2試合にて6番2塁手、でメジャーデビュー。この年はメジャーで40試合に出場して打率276日本類が16打点1盗塁を記録した。打者としては広角にライナーや強いゴロを弾き返すタイプだが2019年にはパワーが増えシーズン後半には長打もコンスタントに出るようになった。 遊撃手としては敏瘍性に富み、グラブさばきもうまい。守備範囲の広さはトップレベルでかなりの強権である。ありがとうございます。